相談保健センターから、乳幼児相談、身体測定、育児相談、栄養相談、保育士による遊びの広場、母子健康手帳が必要です。日時6月13日水曜、受付10時から11時、スタッフ、保健師、栄養士、看護師、保育士。健康相談、健康上の相談、血圧測定、尿検査。事前に予約が必要ですが、緊急の場合はいつでも応じます。電話での相談も受け付けています。日時、平日、8時30分から17時。相談員、保健師。個別リハビリ相談、事前予約が必要です。希望により、ご自宅への訪問を行うこともできます。日時、6月28日木曜、13時30分から16時。相談員、理学療法士、保健師。家族相談支援センター。ここからの場所はいずれも生き生き活動センターです。住民法律相談。事前予約が必要です。日時、7月9日月曜、13時30分から16時。相談員、町顧問弁護士。行政相談。電話での相談も受け付けています。日時、6月12日火曜、13時から16時。相談員、行政相談委員。消費生活相談。電話での相談も受け付けています。日時、平日、月曜、火曜、木曜、金曜、8時30分から17時。相談員、消費生活相談員、町専門相談員。迷惑相談。電話での相談も受け付けています。日時、平日、月曜、火曜、木曜、8時30分から17時。相談員、町専門相談員。人権相談。人権についての困りごとや差別に関する悩みに関すること。日時、6月1日金曜、10時から15時。相談員、人権擁護委員。教育相談。電話での相談も受け付けています。日時、平日水曜、8時30分から17時。相談員、町教育相談員。行政書士相談。身近な相談窓口としてご利用ください。事前に予約が必要です。日時、7月17日火曜、10時から12時。相談員、埼玉県行政書士会東松山支部。ここまでの担当は吉田でした。防犯。小川警察署から町内の犯罪発生状況をお知らせします。平成30年4月1日から4月30日、件数2件、前年比マイナス1件、累計12件、前年比マイナス12件、数値は暫定値です。主な内容、車上狙い1件、暴行1件、振込詐欺の電話が多発しています。嘘の電話に出ないための対策、家族の絆、声掛けで振込詐欺撃退。特殊詐欺に関する世論調査の結果によると、8割以上の方がその手口を知っているにもかかわらず被害に遭っている。高齢になるほど被害に遭わないという意識が高いことが分かりました。振込詐欺の手口を知っていても、犯人からの電話に出てしまうと騙されてしまうのがこの犯罪です。家族で話し合って被害を防ぎましょう。1、ナンバーディスプレイ機能の活用。知らない電話には出ない。2、在宅時でも留守番電話の設定。犯人は声を残したがらない。3、非通知電話拒否の設定。犯人は非通知で電話をかけてくることが多い。問い合わせ、小川警察署、電話 74-0110。
環境、ゴミの減量化、4月分の可燃・不燃ゴミの収集量をお知らせします。4月分前年同月比増減の順に読みます。可燃ゴミ13万870kg、-1150kg、不燃ゴミ15000kg、-4740kg、合計145,870kg、-5,890kg。 1人1日あたり排出量 428g、 -11g。 目標、1人1日 50g のゴミの減量を。小さな積み重ねが大きな効果につながります。生ゴミの水切りを徹底しましょう。生ゴミは約 80% が水分、捨てる前に一絞り。紙類は資源回収へ。小さな紙でも資源になります。目標まであと 37g。 ゴミの資源化、4月分の資源回収実績、ステーション回収をお知らせします。紙類は段ボール、新聞、雑誌、紙パックの合計。町の収入になるもの、4月分同年同月比増減の順に読みます。資源回収、紙類 19,398kg、 -3,927kg、 衣類 3,222kg、-53kg、 アルミ缶 1,135kg、 -111kg。 資源物売却収入 32万1695円、 -83530円。 皆様のご協力により4月は以上の収入がありました。資源回収は地域のゴミステーションに出しましょう。問い合わせ、建設環境課、電話 65-0814。 図書館、6月のお話し会、絵本や紙芝居の読み聞かせなどの日程をお知らせします。町立図書館絵本コーナー、絵本や紙芝居の読み聞かせなど、小さい子向け0-5歳、6月13日水曜10時30分から、エプロンさんのお話し会、0-5歳、6月19日火曜、10時から、大きい子向け、5歳から小学生、6月23日土曜、14時から、時川公民館1階視聴覚室、6月9日土曜、14時30分から15時30分、紙芝居、水の種、絵本、もこもこもこ、作って遊ぼう、お楽しみ。図書館だより、図書館の担当者がセレクトしたおすすめの本をご紹介。選挙、選挙権年齢が20歳から18歳へと引き下げられてから丸2年が経とうとしています。今月は選挙に興味を持つきっかけとなるような3冊をご紹介します。三島優、当選確実。マハラミト著、講談社。話したくなる世界の選挙、太田雅之監修。コンデックス情報研究所編著、清水書院。高校生のための選挙入門、斉藤和久編著、三省堂。新着図書、新しく図書館に入った資料の一部を紹介します。子供の本、どう解く、山崎博史、ポプラ社。もう一つの屋久島から、武田剛、フレーベル館。空田と日向、菅野優子、講談社。里山さん、工藤直子、アリス館。自転車ガシャガシャ、
笠井真理、絵本塾出版。一般書、村の困りごと解決隊、農産漁村文化協会。科学の味方、本村由紀子、毎日新聞出版。グレーヘアという選択、主婦の友社。オリンピックへ行こう、進歩雄一、講談社。祈りのカルテ、知念美希と角川。町立図書館開館時間、火曜日金曜日から日曜日9時から17時、水曜日木曜日9時から18時。貸し出し冊数期間、一人図書雑誌を10冊、紙芝居を5点、ビデオ DVD を2点まで15日間借りられます。公民館図書室、開館時間火曜日から金曜日9時から18時、土曜日日曜日9時から17時、昼休み12時から13時。貸し出し冊数期間、一人図書雑誌紙芝居を5冊まで15日間借りられます。図書館図書室が閉まっているときはブックポストをご利用ください。ビデオ、DVD、紙芝居は壊れやすいのでカウンターへ返却をお願いします。情報のページ、東松山特別支援学校教育相談。本校では保護者、学校関係者、幼稚園、保育園関係者などを対象に教育相談を設定しています。内容は各学部、小学部、中学部、高等部の授業見学及び教育相談です。申し込みはお電話でご連絡ください。日時、毎週火曜、木曜10時から11時30分。学校行事などにより他の日に変更になることがあります。予定日以外でも受け入れ可能ですので、お気軽にご相談ください。問い合わせ、埼玉県立東松山特別支援学校教頭またはコーディネーター、電話 24-2611。 日高特別支援学校学校公開。本校は特別支援教育、肢体不自由に関心のある方を対象に学校公開を計画しています。内容は学校概要説明、校内見学、質疑応答、給食見学です。申し込みは必要ありません。当日直接本校においでください。日時、6月19日火曜10時から13時、受付9時45分。予定日以外でも学校見学を受け入れておりますので、お気軽にご相談ください。問い合わせ、埼玉県立日高特別支援学校教頭、電話 042-985-4391。 埼玉県平和資料館から。1、七夕イベント。七夕の時期に合わせて笹の葉に願い事を書いた短冊をつけてもらいます。館内の昔遊びコーナーの折り紙で飾り付けも自由に折って楽しく飾り付けができます。日時、6月23日土曜から7月16日月曜祝日。2、ギャラリー展示、古い写真で見る戦争と暮らし。1、政府の宣伝広報誌秋報の姉妹誌として昭和13年1938年に創刊された写真秋報の表紙写真を展示。時局の変化に伴い掲載される写真への影響を表紙を飾った女性の姿を中心に紹介します。日時、6月5日火曜から7月29日日曜。3、映画会。入館料、観覧料無料、事前申し込み不要、先着160名、埼玉ピースミュージアム講堂にて上映します。いずれも13時30分からです。24の瞳、6月9日土曜。
禁じられた遊び、字幕付き、6月14日木曜、長屋紳士録、6月21日木曜、人間の翼、6月30日土曜。問い合わせ、埼玉ピースミュージアム、埼玉県平和資料館、電話 35-4111。小川元気プラザ、沼の赤鬼に挑戦、みんなでザリガニ釣り大会、日時6月30日土曜9時から12時、場所小川元気プラザ、対象小学3年生以下とその保護者、内容署内の池でザリガニ釣りに挑戦します。費用200円、定員50人、申し込み6月17日日曜までに電話などで申し込み抽選です。問い合わせ、埼玉県立小川元気プラザ、電話 72-2220。 出張無料法律相談会、埼玉司法書士会県北総合相談センターでは、次の通り無料の出張法律相談会を開催します。深谷市男女共同参画推進センター、エルフォルテ椿キララ上芝アリオ深谷3階、日時6月21日木曜13時30分から16時30分、寄居町中央公民館集会室、日時6月19日火曜13時30分から16時30分。相談方法、面談相談、一組1時間要予約。予約方法、総合相談センターで電話予約を受け付けます。電話 048-838-7472。 相談内容、相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、不動産の名義変更など。費用無料。主催埼玉司法書士会。問い合わせ、埼玉司法書士会事務局、電話 048-863-7861。 城西短期大学女性学講座、映画から読み解くジェンダー文化。受講料無料、定員80名、事前申し込み不要です。いずれも土曜日です。6月23日、男の子が成長するための課題、映画君の名はなどに見る隠れたカリキュラム。30日、少女の未来を考える児童文学映画作品小公女などを例に。7月7日、ベッカムに恋してとアイトンヤを手がかりに、スポーツとジェンダーの腐れ縁について考える。21日、ハッシュタグミートゥーという動向を再考する、ハリウッド映画と韓国映画を中心に。28日、規範からの逸脱、映画ベニスにシスを手がかりに。時間13時30分から15時30分。場所、城西短期大学坂戸キャンパス。問い合わせ、城西短期大学事務室。電話 049-271-7730。 第41回埼玉土建住宅デー。住宅相談、耐震診断、包丁研ぎなどを行います。相談は無料。新築からリフォーム、小さな工事でも、家のことなら地元の建築プロが親切丁寧に相談を受けたまわります。安心してお任せください。日時6月10日日曜10時から15時、受付14時30分まで。場所、旧時川村消防署跡。問い合わせ、埼玉土建引き西部支部、電話 66-1120。
シルバー人材センター会員募集。ときがわ町シルバー人材センターでは、60歳以上の方を対象に入会説明会を次の通り実施します。事前に電話にて申し込みをお願いします。日時6月13日水曜13時30分から。場所ときがわ町シルバー人材センター事務所。問い合わせときがわ町シルバー人材センター、電話 66-0220。 国営武蔵丘陵森林公園志田苔店。梅雨時期に合わせて普段は脇役になりがちな志田苔にスポットを当てた展示、志田苔展を開催します。雨の季節にはみずみずしく輝く志田苔が主役になった姿をぜひお楽しみください。日時6月16日土曜から7月16日月曜祝日。開園時間9時30分から17時。入園料試行中、高校生以上一般450円、65歳以上210円、小中学生無料。駐車料金は別途かかります。普通車1日620円。問い合わせ国営武蔵丘陵森林公園管理センター、電話 57-2111。 第5回整形会チャリティー演奏会。第1部講演、視覚障害者支援、盲目の竹内正彦先生をお迎えして。第2部器楽演奏惑星ほか。第3部オペラコンサート、ドン・タスクワーレ椿姫ほか。日時7月8日日曜13時開場、13時30分開演。場所国立女性教育会館研修棟講堂、嵐山町菅谷728番地。入場料1500円。チケット取り扱い埼玉整形会病院売店ショップフレンド、定員600名。問い合わせ埼玉整形会病院演奏会担当者蒲田、電話 23-1221。 ドゥ素人吹き自慢大会、トランペットコンサート夏 in 時川。トランペットをこよなく愛する小学生からおじいちゃんまで、メンバー総勢70名による情熱あふれる演奏をお楽しみください。新規会員も募集中。日時6月30日土曜12時開場、12時15分開演。場所アスピア玉川大ホール。入場料無料。問い合わせオリパパとトランペットが吹きたい。1人1日 50g のゴミの減量。食品ロスという言葉をご存知ですか？食品ロスとは、まだ食べられる食品を捨ててしまうことです。政府広報によると、日本では食品ロスが年間約632万トンにも上り、日本人1人当たり換算すると、お茶碗約1杯分 136g の食べ物が毎日捨てられている計算になります。買い物に行く前に冷蔵庫の中の食品チェック、買いすぎを防ぎましょう。外食時は食べきれる分だけ注文しましょう。食品ロスの具体的な例の一つに、野菜や果物の皮の厚剥きがあります。食べられない部分を取り除く際に、食べられる部分まで除いてしまっていませんか？捨てられがちなその部分には多くの栄養素が含まれていることがあります。例えばブロッコリーの芯の内側部分は食べられますし、人参の葉は炒め物に、皮は剥かずに食べられます。食品ロスを減らすということは、生ゴミを減らすということです。少しの工夫でゴミが減り、
環境面でも家計面でもプラスになります。引き続き皆様のご協力をお願いします。町民文芸短歌。ひいまごを抱いてブランコゆるくこぐ花いっぱいの公園の午後。ひいまごを抱いてブランコゆるくこぐ花いっぱいの公園の午後。田黒塩崎より子。静かなる水田広く渡る声、耳を澄まして水月の夜。静かなる水田広く渡る声、耳を澄まして水月の夜。田黒土屋真一。愛してるありがとうが合言葉、詐欺ではないよ本当の息子。愛してるありがとうが合言葉、詐欺ではないよ本当の息子。番長相葉陽子。学び屋に向かう親子の晴れ姿、弥生の空に拳花咲く。学び屋に向かう親子の晴れ姿、弥生の空に拳花咲く。番長渡辺俊一。ずっしりと細手に重き土曜日の、朝刊に良き記事の多かれ。ずっしりと細手に重き土曜日の、朝刊に良き記事の多かれ。西平荒井行園。ひな祭り孫とランチに舌包み、五人勘定も食べたそうなり。ひな祭り孫とランチに舌包み、五人勘定も食べたそうなり。西平家俊恵。晴れ渡る三春の空の滝桜、花散りてもなお王者の風格。晴れ渡る三春の空の滝桜、花散りてもなお王者の風格。西平小池清子。同じもの食べたり見たりできること、幸せな日々倒れて4年。同じもの食べたり見たりできること、幸せな日々倒れて4年。雲河原池上正子。8月号掲載の短歌作品を募集します。はがきまたは電子メールに作品1点未発表を楷書で記入し、6月30日までに投稿してください。締め切り日の消印有効。また漢字にはすべてルビを明記してください。電子メールでの投稿は件名を町民文芸としてください。対象は町内在住の方のみです。ペンネームや画号を使用の方は本名も必ず記入してください。6月の時川広報カレンダーを読みます。説明の重なるところは省きます。毎週月曜日はアスピア玉川は休館日です。4日月曜日は時川公民館、玉川公民館、玉川トレーニングセンターも休館日です。25日月曜日は体育センターせせらぎホールも休館日です。22日金曜日は広報時川7月号発行日です。広報カレンダーを終わります。編集後期。作品はその人を表すと言います。美術を鑑賞する際、当時がどんな時代で、作者がどんな性格なのか、どんな思考で、どんな境遇で、どんな経験から生み出された作品なのか、作者が手をかけた部分には些細な一筆にさえ意味があります。その意味なども考えて鑑賞するだけで、美術は作品一つからじっくり楽しむことができます。つまり、ああ時川を楽しみ尽くすにはもっと時間が欲しかったなあ。 R 人口と世帯5月1日現在、総人口11,364人、前月比マイナス36人。4月の動き。出生2人、死亡17人、転入等28人、転出等49人。男5723人、マイナス16人。女
5641人、マイナス20人。防災行政無線テレフォンサービス無料、電話 080-0800-8432。 広報時川第149号、平成30年5月25日発行、編集発行時川町総務課、郵便番号 355-0395、 時川町大字玉川2490番地、電話代表 65-1521、 ファックス 65-3631。 以上で広報時川6月号の朗読を終わります。朗読完成5月30日。ここまでの担当は小野田でした。この後には何も録音してありません。